皆さんこんにちは。今回は HPLC オートサンプラのインジェクタプログラム機能を用い、標準サンプルの調整から測定までの様子を紹介します。使用したオートサンプラはアジレント1260の G1329B です。オートサンプラにはサンプルラック、ニードルシート、サンプルループがあります。サンプルラックに標準サンプルの原液となる一次標準液、希釈用媒、標準サンプル調整用からバイアル、サンプル、廃液用バイアル、洗浄液を準備しました。インジェクタープログラムと測定用メソッドを設定し、シーケンスをスタートすると、標準サンプルの調整からサンプルの測定まで自動で行われました。標準サンプル1の調整は3倍速でお送りします。希釈溶媒と一次標準液をサンプルループ内に吸引して、ニードルの外側を洗浄した後に、標準サンプル調整用バイアルに転化します。大部分を点火後にバイアル上で空気の吸引と排出を行い、ループに残った標準サンプルを排出します。その後、廃液と洗浄を行い、次の標準サンプル調整に移行します。同様のサイクルで希釈溶媒と一次標準液をサンプルループ内に吸引して標準サンプルの調整を行います。標準サンプル2の調整は6倍速でお送りします。インジェクタプログラム終了後、シーケンスがスタートします。先ほど調整した標準サンプルも測定されます。ソフトウェアにより、インジェクタプログラムが測定メソッドに含まれるものと含まれないものがあります。測定メソッドに含まれない場合は、シーケンステーブルでインジェクタプログラムを指定します。